4号線沿いにあるチャーシューがうまいラーメン屋ですというこの看板、見たことある方いらっしゃいますでしょうか。どんなお店なのか気になってしまい早速来ました。今回は宮城県栗原市にある黒の木というラーメン屋さんを紹介します。さて早速店内の方へと入っていきましょう。まず入り口からすでにレトロな感じが伝わってきます。中へ入ってみると満席ということで少し待ちます。こちらのお店大人気なんですね。久しぶりに待つことになりました。待つ時間もまた楽しかったりします。しかしお腹減りましたね。すぐと呼ばれてまずメニュー表を見ます。待ち時間も意外と少なくて良かったです。座席からの絶景はこのような形です。素晴らしいです。上を見上げると上の方にもこういった感じでメニュー表がありました。味噌ラーメンとかね、どこか懐かしい雰囲気の中にもおしゃれを感じるというのがやはりこのお店の魅力が伝わっているからなんではないでしょうか。今回はたまり醤油ラーメンを注文しました。美味しそう。噂通りチャーシューがとても美味しそうです。少しほぐしながら麺の方からいただいていきます。うん、美味しい。ぼーっとしたくなるそんな時間が流れます。こういった雰囲気好きな方多いですよね。アットホームな雰囲気がきっと私にはあったのでしょう。すごく落ち着いた空間でした。美味しかったです。ごちそうさまでした。また食べたくなるそんな一杯です。 H&K チャンネル、ぜひ皆さんも一度行ってみてください。行った際にはこちらにコメントをぜひともよろしくお願いします。バイバイ。